ブヌーコボ国際空港は、ロシア連邦のモスクワ市内南西部にある国際空港である。日本語では、ブヌコボ空港、ブヌコボ空港などとも表記される。2019年5月31日に、ウラジーミル・プーチン大統領が空港名に、航空機技術者のアンドレイ・トゥーポレフを冠する大統領令に署名した。ブヌーコボ国際空港全系出発エリアターミナル内部。 アエロエクスプレスの車両開港は1941年7月2日で、ちょうどソ連の対ドイツ大祖国戦争が始まった時期であり、モスクワの3つの国際空港の中では最も古い空港である。主にカフカス、中央アジア方面の国内線、国際線が多いが、ヨーロッパ路線も発着しており、近年はドモジェドボ空港やシェレメチエボ国際空港の 過密解消のために続々と就航路線が増え、2010年には新ターミナルも進行し、利用客数はロシア第3位の規模となっている。ターミナルは A、B、D と3つあるが、B と D は閉鎖されていて使用されているのはターミナル A のみである。2018年10月より、ロシア国内の空港名に関する計画が開始され、 国民投票を経て2019年5月31日に、ウラジーミル・プーチン大統領が、ホムトボ空港に航空機技術者、アンドレイ・トゥーポレフを冠する大統領令に署名した。市内へのアクセスは、アエロエクスプレスで、キエフスキー駅まで約35分で結んでいる。エブラジアというシュタトラーレール車製の2階建て車両、キッスが使用される。 また、モスクワ地下鉄カリーニンスコソンツェフスカヤ線が2022年頃に空港まで延伸予定で完成するとモスクワの空港としては初めて地下鉄で結ばれる。ありがとうございます。